何？楽しそうね。どうも。てか、ここの水がすごくすごく気になってさ、私。ということなので。ほっ。あ、これ広げたんじゃね？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。今回は？アイナさん、表番号をやっつけてくれてありがとうございます。ミミズンさんが言ってた通り、始まりの一葉が手に入りましたね。これで風の雫を作れます。アイナさん、はい、これ。お、キャベツを3個、どうした？ありがとう。小麦を3個、キビ3個、トマト、何風の雫の素材の一部です。あ、そういうことか。必ず必要になると思って取っておきました。さあ、アイナさん、まずは作業台で風の雫を作ってください。作業台で風の雫。お、風の雫ね。これか。はい。作りました。何持ってきてるの？何それ？え、それ昆布かなんかじゃない？わかめやっけ？どっから持ってきたの？作業台？待つしかないわね。何待ってるのみんな。うわー、皆さん、ついに風の雫ができたんですね。ようやくできたか。おお、来た。始まりの一葉の他にも、いろんな素材が必要だったみたいだな。キャベツに小麦、キビにトマト、そしてカボチャか。はい。マギールさんやみんなで作り上げた5種類の作物です。島を彩る作物、名薬によって守られていた花々。この島の恵みが、大樹を完成するんです。あ、花も必要だった。さあ、アイナさん。風の雫を目印の場所にかけてください。待って、なんであそこ。あそこ、水があるまんまや。どういう状態かと思った、一瞬。え、これを何？かける？上ですか？ちょっと待ってね。上がりまーす。どこ？え？こっちで合ってますかね？ちょ。あった。ここ？ここにかければいいのね。調べる。風の雫を使うと何か起きそうだ。ということって、風の雫どれ？とりあえず、風、あった。はい、風の雫。これを、使います。しょ！おー！え、なに？これで、島全体が緑になる？もしかして。え？なった？なったの？うるさい。めっちゃうるさい。お？あ、すげえ！花が咲いてるよ。あ、すごい。やばー！島が復活した。モンゾーラに緑が戻った。大農園への道完全制覇！コンプリートやったね。嬉しい！コンプリートだ。あれ、もうすぐ夜になるはずやったんやけどな。それすらも、吹き飛ばした。若きビルダーよ。私をモンゾーラの新たな大樹として完成させてくれたのですね。あ、なに？大樹の声？これで悪しき風は闇、島に恵みの風が吹くでしょう。アイナよ、あなたのものづくりに感謝します。うきゃー！なに、どこ？おい、来た。アイナさん、見てください。島に緑がこんなに。素晴らしいよね。大樹が完成した夜、人々の手でささやかな宴が開かれた。皆かつての島民たちに思いを馳せながら、新たな大樹を見上げ、頬を濡らした。そんな人々に濡れた頬を慣れたのは、大樹から吹いた一陣の優しい風だった。そして夜が明けた。ああ、ここにマギールちゃんもいればね。よかったのだけれど。アイナさん、昨日は遅くまで盛り上がりましたね。アイナさんのおかげで新しい大樹が出来上がりました。うん。俺たちも手伝いをしたっすけど、やっぱり大樹ができたのはアイナさんがいたからっす。いや、ま、でも、核の部分はそうやったかもしれんけどさ、ほとんどの部分はみんなやけどね。え、待って。君はどこの上に立ってんだ？大ネズミのなんか、あの上に立ってんだけど。まさかあんたみたいなほんわかした顔のビルダーがこんなすごいことしちゃうなんてね。
これできっとモンゾーラはかつての恵みの島に戻ります。今度こそ私の夢が叶いました。夢か、なんとなく分かった気がするぜ。どうしても譲れないもの、どんなにあがいても形にしたいもの、それが夢ってやつなんだろ。その通りだ、シドウ。そして我が輩の夢は蝶々になることだ。この夢は絶対に譲れんぞ。呆れてる。アイラさん、今まで本当にありがとうございました。あなたに出会えて最高のものづくりができましたよ。お、ここで別れ。ありがとう、アイナよ。これでマギルドの仇は取れたぞ。やったっす。憎きヒバ番号を倒すことがついにできたんすね。アイナさん、シドウさん、大使も完成して教団も追い出せましたけど、大切なことを忘れていませんか？そうです。お二人はそもそも一緒に緑を作り、お二人の島を開拓する仲間を探しに来たんですよね。そうだった。早く仲間を連れてルルのところに帰ってやらなきゃな。ルルは今頃どうしてるんだろうか。どうやらお二人と一緒に空っぽ島に行きたい人がたくさんいるみたいです。どうか皆さんと話をしてきてください。ん？ほ？もしかしてこのマークがついてる人全員？みみみ、あゆな、君のおかげで僕の夢も叶えられたよ。島に緑や木々を取り戻したんだ。そして僕は大ミミズを超えた超ミミズになれた。ミミズ界のスーパーエリートだよ。本当にありがとうね。僕アイナにはいくらうねうねしてもうねり足りない。うねうねしないで。そうだ、アイナは空っぽ島ってところに緑を作りたいんでしょ。そのための仲間を探しに来たって。僕アイナと一緒に行くよ。空っぽ島に僕も連れて行って。まあ緑を作るためには必要よね。ミミミミ、そうこなくっちゃ。超ミミズの僕が君の島でもうねうね緑を作るよ。ココアがめっちゃこっち見てる。さあやるぞ。空っぽ島に僕という名のうねりをもたらそう。8人おるってこと？連れていくのが。なるほどなるほど。改めてですが、この島に緑と平和をもたらしてくれたこと感謝いたします。アイナ様とシドウ様はこれからご自身の島に帰られるのでしょう。私もお二人にご一緒したいのは山村ですが、私はこの島でやりたいことがあるんです。あれ？そうなの？モンゾーラは昔モンゾーラ小麦で作るパンが有名でした。私はこの島をパンの香りで満たしたい。いつの日か空っぽ島にお便りします。妹のことどうかよろしくお願いしますね。え、妹は連れて行けと、そういうことですか？やっほーいな。ヒュア番号もバッチリやつけたし、新しい胎児もめちゃめちゃいい感じだね。何言ってんのソフィーは。それで、あんた自分の島に帰っちゃうわけ？これだけのものを作っておきながら？アイナがいないなんてなんかつまんないしさ、私もあんたの島に連れて行ってくんない？そんな暇とかそういうことで、まあいいけども。ありがとうアイナ、これからもまだまだよろしくね。私シロジーっていう大きい人に会うのも楽しみにしてるんだ。島に着いたら紹介してよね。シロジーの話もうしたの？したの？はい。どうもどうもどうも。おーアイナ殿、見てくださいこの美しい緑を。すべてはあなたのおかげです。私はあなたを生きようとると知ったあの日の自分を恥じります。あなたこそこの島の救い主だ。アイナ殿、あなたがご自分の島に帰るのは知っています。私もぜひお供したい。お、お？しかしあなたが作ってくれた農園を守っていくのもビルダー教の信者としての務め。ビルダー教。いつか空っぽ島にお手紙を出します。私のこと忘れないでくださいね。まあ一応みんなね、こう個性豊かすぎて覚えてるよみんな。ここは。何？なんて言ってるの？なんて言ってるかちょっとよくわからないけど。おいおい、なんだこいつ、ずいぶん悲しそうな目だな。ち、こんな目をされたら俺まで悲しくなってくるぜ。おー、指導にもそんな心が。え、なに、来ないの？ここは来ないの？来いよー。うん、アイナさん、おかげさまで島に緑が戻ったっす。これでこの島もまた恵みの島になるっすよ。うわ、なんか農民に超囲まれてる、怖い。ところで、二人とも空っぽ島ってところに帰っちゃうって本当なんすか？俺、お二人とお別れなんて嫌っすよ。もっともっと一緒に物を作りたいっす。アイナさん、一生のお願いっす。俺も一緒に空っぽ島に連れて行ってくれないっすか？いいよ。やったっす。俺とアイナさんとシドウさんの三人は、モンゾーラの仲良し三人組っすもんね。え、いつの間にそんなことになってた？知らないんだけど。ん？いつからそんなことになったんだ？勝手に決めるんじゃない。
冷え、ごめんなさいっす、調子乗ったっす。だが安心しろ、ポンペ。お前は俺とアイラとルルで大切にこき使ってやるからな。うひょー、望むとこっす。俺、アイナさんへの恩返しのためにも、空っぽ島でバリバリ働くっすよ。そうそう、アイナさん。一応言っておくっすけど、このモンゾーラには船でいつでも帰ってくれると思うっす。空っぽ島の開拓に使う素材は、今無理して持っていかなくても平気っす。この島の建物は壊さないでほしいっす。わかったわかった。それに、俺たちがこの日のために用意しておいた素材をバッチリ持っていくっす。素材は島に着いたら渡すっすから、楽しみに待っててくださいっす。なるほど。あゆな、このモンゾーラに緑を取り戻してくれたこと、改めてよう、礼を申すぞ。そろそろ、お主の空っぽ島に帰る頃合いか？何、蝶々になるんでしょ、ここで。まさかお主、父であり、兄であり、時に母たる我が輩を連れて行かなんだろうと言わんだろうな。一応尋ねる。我が輩をお主の島に連れて行ってくれるな。くれるな、もうなんか、決定事項じゃないか。そうであろう、そうであろう。我が輩としたことが史上最大の愚問であったわ。さあさあいな、我が輩はうずうずしておる。すぐにでもお主の島を共に開拓したい。あとは、お主の島の象徴的な存在にしてくれるということはないぞ。この島でなれよ。もうこの島でなればいいじゃないか。なぜついてこようとするんだ。うわ、なに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 。あ、なるほど。なに、向こうの空っぽ島に行くメンバーはみんなもうこんなゾロゾロとついていく感じなの。あの子は？あ、いた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 。じゃ、どこいたのよ。ねえねえ、アイナ。あなたは感じる？この方を乗せるすがすがしい風を。胎児ができる前はこんな風感じたことなかったわ。これも全部アイナのおかげね。ねえねえ、アイナ。私と話したこと覚えてる？私もあなたの島に行きたいって。ねえ、アイナ。私もあなたの島に連れて行ってくれるでしょ？いいよ。お姉さんと離れていいの？大丈夫なの？やった、そうこなくっちゃ。これで決まりね。まあ、しっかりしてるのは妹の方か。私、モンゾーラの未来のためにも、アイナの島に留学して、しっかりものづくりを学びたいの。留学？別にアイナとバイバイしたくないから一緒に行くわけじゃないんだからね。ツンデレか。かわいいぞ。かわいいぞ。お。いつかきっと、緑豊かなモンゾーラ島を復活させ、美しい緑を蘇らせよう。君はここにいるままなのね。なるほど。何？楽しそうね。どうも。てか、ここの水がすごくすごく気になってさ、私。ということなので。ほっ。あ、これ広げたんじゃね？広がってますよね。これは、どうやって、どうやって、組めば、あ、これで組めるのか。ふぅー。よいしょ。もうあれが気になって気になってしょうがなかったのよ、私。アイナさん、島の皆さんと話してきたんですね。知ったようなことを言うようですが、出会いがあれば別れもあります。気持ちを切り替えて島に帰ってくださいね。いや、まあでもいつでも会えるんでしょ？私は、やっぱり行けません。この島に残って農園を守っていかないと。本気なのか、チャコ。あそこは行く、予定やったん、指導の中では。なんちゃって。はぁ。すみません。師匠の真似をしてしまいました。私もアイナさんと一緒に行きます。うん、モンゾーラには胎児があり、ハーゴン教団からも解放されました。これからは平和の中で発展していくはずです。だから私は、アイナさんと一緒に行きます。もっともっと一緒に物を作りたいんです。これからもずっとずっとよろしくお願いしますね。ってことで、このメンバーが一緒に行くと。話がまとまったのはいいが、空っぽ島に帰るには船長の野郎をまたやん、ん？またなかにゃ。あの野郎、お抱え船長になるなんて言っておきながら、どこをうろついてやがるんだ。アイラ殿、指導殿。おお、なんだなんだ、どこに来た？船着き場に船が来ています。この上の小屋敷のターバンの男がお二人を呼んでいますよ。それって例の船長さんなんじゃ。なんていいタイミングなんでしょうか。みんなで船着き場まで行ってみましょう。船長ってどんな人やった？全然覚えてないんやけど。全くもって覚えてないんやけど。さあ、皆の者、ここで物作りに励むが良いぞ。ってことで行きましょうかね。こ
こっちの方向。これは、はい、船着き場に行きましょう。君か。うはー、皆さん、指導さん。ちょうど探しに行こうと思ってたとこでやす。本当に？ひょっとしてこの方たちが一緒に空っぽ島を開拓する仲間でやすか？はい、船長さん。これからお世話になります。いやはや、随分集めたもんでやすな。すごいでやすよ、エナさん。さあ、ルルさん待ってるでやす。みんなで空っぽ島に帰るとしやしょう。おー、ここは、やっぱり来るの？あ、違うの、お見送りか？アイナさん、皆さん、もう行かれるのですね。どうかお見送りさせてください。アイナ様、改めてにはなりますが、今まで本当にありがとうございました。うわぁ、なんかすごいな、壮観だな。後ろからの農民たちの眺め。これからの島のことは、どうか我々に任せてください。アイナ殿に負けぬものづくりをしていきます。ありがとう、ココアも。リズ、アイナ様と指導様の言いつけをよく聞いて、わがままを言ってはダメよ。え？何言ってるの、お姉ちゃん。私がアイナと指導の面倒を見に行くんじゃない。しっかりしてるでは参ろうぞ、アイナ。早くお主の島を見せてくれ。皆さん、さようなら。きっとまた遊びに来てください。どうか、どうかお元気で。さあさあ、船に乗るでやす。すぐに船を出しやすよ。まあ、そんなね、永遠の別れじゃないけん大丈夫でしょう。もうなんか真っ先に真ん前に行ってきます。さようならではないけんね、大丈夫。かくしてモンゾーラでの冒険は終わりを告げた。アイラとシドウは新たな仲間と共にルルたちの待つ空っぽ島へと帰っていった。おー、帰ってきたよ。帰って、うわー、なんか荒れ果ててるな久々の空っぽ島、すげえ寂れてんな。ルル大丈夫？生きてる？保管用の袋の持ち物を受け取った。そっか、いろいろ集めてくれとんやっけ。アイナ、指導！どこ？あ、走ってきた、走ってきた。あ、ルル髪の毛ピンクでしたっけ？もうそんな記憶すらないよ。お帰りなさい。やっと帰ってきたのね。ルル待ってたんだから。それで、この島を緑で豊かにする方法は見つかった？もしかして、この人たちがそのための仲間なの？ルルさんですね。私たちモンゾーラという島から来ました。今日からここでお世話になります。うひょー、ここが噂の空っぽ島っすか。なんだかワクワクするっす。それで、大丈夫だったか、ルル。白爺のやつに変なまねされなかったか？あのおじいちゃん、いざとなると頼りになるの。おかげでルル、島のことに詳しくなったわ。指導も何気にそういうとこ心配するのね。何、これ以上近づけないんすか。噂の白い大きさしたのだな。まずはそのご人に挨拶すればなるまい。何よ、このヒゲは。随分とうさんくさいヒゲだけど。ヒゲは多分本物よ。そういうことじゃない？うおっと、エナさん。うっかり忘れてたやす。何何？え？何それ。これはポストってやつでやす。こいつがありゃ他の島から手紙が届くかもしれないでやすよ。あ、そういえばなんかヒースとソフィーがなんか手紙書くって言ったよね。そういうこと？うわぁ、素敵じゃない。きっとモンゾーラのお姉ちゃんがお手紙を送ってくれるわ。ポストの手紙が届いたら、アイナさんにお知らせするでやす。楽しみにしてるでやすよ。それは、何かしら、物も一緒に運ばれてきたりするの？違うの？では、アイナ、山頂にいるという白ジードのところに、一言挨拶に行かせてくれ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやー、あんだけ緑豊かになったモンゾーラを見た後のここはすごく寂しすぎる。これからここの開拓か。大変そうやね。頑張ろう。